次は4球目ランナー走った、投球ボール二塁送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。丸山今シーズン14個目の盗塁を決めています。第5球投げました、ストライク、インコース厳しいところ。第6球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、疲労、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは3番塩見、スワローズ一打勝ち越しの場面を迎えています。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、インコース引っ張った、ライナーやった、レフト前クリーンヒット、レフトからサードへ、スワローズ1点リードに変わりました。タイムリーヒット、初安打。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で疲労、打った、流し打ち、二股下がっていった、ヒット、レフト前ヒットになった、中継、疲労、ナイスバッティングです。スワローズ同点のチャンスを迎えます。さあ、これが試合を決定づける場面となるか。ここで前進守備をします。まずは1塁牽制、タッチセーフ。第1球投げた、ストライク、少し迷ったか。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目、ボール。第4球を投げた、アルボール。第5球投げた、打った、ご注意くださいませ。第6球を投げました、パワーカーブ、ボール。投げました、ライト2個目、ポイ、見逃し三振。今日2本のヒットを放っている村上、通算355本塁打はあと9本としています。スワローズ最低でも外野フライが欲しい局面です。投球これから2球目、第3球空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、スプリットはボール。第5球投げました、インコース引っ張った。第6球を投げました、ボール。第7球を投げた、打った、さあ犠牲フライになるか、取ります、中継、村上センターへの犠牲フライ、スワローズついに追いついた、5対5、スワローズやりました。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。右のバッターボックスは5番オスナ、現在の打率は2割9分7厘、これが5度目だ、来たー、行ったー、入った入った、ホームラン、第4号ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、初球を完璧に捉えました。さあ、先ほどの勝ち越しの場面です。今日は大活躍でした。いただきました。一戦は7対5、スワローズ2点差で勝ちました。勝利投手は山本、敗戦投手は栗林、そして西武は田口。スワローズ今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。